こんにちは、ヨッピーです。今回は急遽秋田に向かうことになりまして、2泊3日で秋田まで新幹線に乗って行ってきました。今回はその旅の様子をお届けできればと思います。ちなみに秋田県は私の母のふるさとで、子供の時から毎年夏になれば秋田に行っていました。今回は約3年ぶりの秋田ということで、とても楽しみにしておりました。これが秋田新幹線です。赤いフォルムがかっこいいでしょう。で、今回秋田へは急遽でしたので、グリーン車を取っていきました。実は新幹線かなり埋まってたんですね。で、新幹線の料金はというとこんな感じです。これ買う時期によっても異なるんですけれども、なるべく早めに買えればこれくらいの料金になります。で、グリーン車は 21,200 円ということで、大体まあ3,000円から 4,000円くらいちょっと高いという感じですね。ただこちらの席本当にふかふかしていて、 JR 東日本は西日本よりもとても居心地が良かったなと思います。はい、でかなり高スピードで向かっていきます。電車の車内はですね、約まあ3時間50分ぐらい新幹線に乗ってますので、非常に時間は長くあります、ね、なのでこういった感じで動画の編集もやってみました。個人的には小町に乗っている中で流れるアナウンスがすごく好きです。素敵な声だなと思います。秋田新幹線はすごい山道だったり田舎道を走っていくので、非常にゆっくりと秋田に入ったら進んでいきます。でも外を見ているのも楽しいですよ。はい、まもなく秋田です。余裕到着です。はい、秋田初日スタートということで、こちらが秋田駅です。で、秋田駅改札の方に向かっていくと、はい、生ハメが出迎えてくれます。みんなね、ここで写真を撮って、お子さんは生ハゲ怖いなと思ってるのかなと思います。これはですね、秋田犬ですね。かわいい。で、これが秋田駅の駅前通りになります。で、ちょうど13時頃到着して、この日は中通り温泉小町という道民の秋田に宿泊しました。で、まずは荷物だけ預けて、そしてすぐに外に出てですね、こちらが外の景色です。やっぱり秋田は空気が美味しいなと思いました。目の前は高校ですね。で、お昼は秋田地魚のお店に行きました。で、これは秋田駅の中に入っているレストランです。はぁ、到着後すぐのビールはたまらんですね。そして私はこの日取れたばかりの地魚と炊き込みご飯、この定食を楽しみました。そしてこの後は母が生まれ育った町へ移動しました。さあ、目的地に到着しました。すごく田舎の駅って感じがしますよね。でもこんな感じが私は大好きです。駅前も昔よりはかなり家も建っていて、変わっていく街並みを少し感じた、そんな次第です。でもこの道よく歩いたんですけれども、やはりこう、私子供の頃から走り回っていたので、とても自分にとってのある意味原風景みたいな、そんな雰囲気がします。で、この日は家族が一堂に会す会がありました。結構全国から大阪だったり山形ですとか、まあ、栃木からとかですね、皆さん集まって家族揃って食事を楽しみました。そして二次会はまた駅の方に戻って秋田きりたんぽ屋というところに行きました。まさに秋田名物きりたんぽですね。で、そこでいとことはとこと一緒に食事を楽しみました。いぶりがっこチーズとか、そして比内地鶏、日本三大地鶏である秋田の比内地鶏で串焼き、これも美味しかったですね。そして秋田といえばやっぱり日本酒です。高清水、これがねめちゃくちゃ美味しいですよ。
で、これお手洗いなんですけども、あ、お手洗いの雰囲気も秋田って感じがしました。郷土文化を感じますよ。おすすめ。実はこの日は私一人で秋田に朝早くから向かっていました。で、奥さんもちょうどこの日金曜日だったんですけども、仕事を終えてやって、来てくれました。奥さんも初めての秋田ということで、しっかりと待ち合わせ、お出迎えをしました。はい。で、2日目ですね。初日が終わって2日目は、まず朝、この道民院の魅力なんですけれども、まあ、今から出てきますが、夜泣きそばも食べれるんですけども、今回は食べなかったですね。やっぱりお風呂ですね。温泉です。温泉とサウナ。これがね、もう旅館レベルで最高でした。で、まあ朝なので、まあお酒は飲まなかったですけど、飲みたいなと思ってました。はい。で、朝はヤクルトがですね、一人一本ただ、湯上がりサービスとして飲めます。そして夜はアイス一本ただです。さすが道民さん。ありがとう。そして、ホテルのお部屋からの景色ですね。目の前が高校で、そして大きな池があります。なんだかこう素朴な景色ですけれども、意外とやっぱり都会な場所にあるなっていうふうに思いました。はい。で、その日も家族がまた一堂に会して、またお食事ですとか、まあ楽しみました。やっぱりこう初めて会う親戚だったりとかもいて、こういった方がいらっしゃったんだとか、こう久々にお会いする親戚の方と話をすることで、なんかすごいこう自分もう30歳なんだなとか、なんか大人になったなとか、皆さんいろいろなご経験されてるんだなっていうのがお話できて本当に良かったです。やっぱりこう家族のつながりってなんだかいいですよね。こうハトコと私は顔が似てるよとか、なんか改めて本当にそう思うし、で非常にやっぱり話も合いますし、こう家族と一緒にいる、親戚の皆さんと一緒にいるって楽しいなと改めて思いました。家族って大事です。これからも大切にしていきたいと思います。はい。で、この日の夜は南部屋敷という秋田の名物、秋田名物というか東北の有名なチェーンのお店でお食事を楽しみました。イオンタウンで私は大好きな鍋焼きうどんをいただきました。美味しかったです。そして奥さんは、奥さんすごく大好きな稲庭うどんを食べて満足系でした。良かったです。そして最終日3日目は、今回は道民に泊まれなかったので、ホテル御所のというホテルで泊まりました。非常にインターが近いので、よくこう車で秋田に行った時に見た景色が広がってました。東京インテリアとか山田電機とかですね。意外とこう何にもない素朴な雰囲気が好きです。はい、すいません、ちょっと汚いベッドを落としちゃって。はい。で、朝食無料でしたので朝食をいただきました。で、近所の昔よく遊んだイオンに行って、ここでスタバでまったりとしました。なんとですね、サイゼリア秋田初出店のお店がもうすぐオープンだそうですよ。で、私の母が秋田駅までこう連れてくれて、まあ、母ももうすぐ、関東の方に帰るんですけれども、昼はですね、駅前の比内地鶏屋さんで比内地鶏究極の親子丼、これをいただきました。さあさあさあ、中身がなかなか開かない、開かないぞ。来ませんね。これは困った。はい、まずこちらはお味噌汁です。出汁が効いてて美味しかったですよ。そしてドドン、これがですね、親子丼です。これはまさに究極の親子丼ということで、今回秋田飯最後だったんですけれども、まあ、とっても美味しかったです。こうふわふわの卵に、そしてこうほろほろのお肉が重なっていて、で、そこに美味しい秋田の秋田小町、これを食べるっていうのはね、最高だったです。せっかくなんでね、もう一回開けちゃいましょう。オープン。はい、これね、親子丼です。アゲイン、美味しかった。
ありがとう。で、この日は14時の新幹線で帰るっていうところで秋田駅に向かいました。で、なんと秋田駅で秋田犬に会えるというのがあったんですけども、残念ながらちょっと時間が合わずでした。ぜひ皆さんここに行けば秋田犬に会えますので見に行ってください。そしてお土産ですね。たくさん荷物持ってますね。お土産もたんまりと秋田駅のデパ地下で購入をいたしました。今回たくさんの観光はできなかったですけども、やっぱり秋田はこう素朴で、かつこうご飯も美味しいですし、人が優しいし、いいとこだなと思いました。このね、画面見るとナマハゲと秋田犬は喧嘩してますね。素晴らしい。で、今回どういった目的で来たかというと、私の親戚が亡くなってですね、実は来たんですね。で、まあ、急遽の秋田ではございましたが、まあ、いろいろと考える機会にもなりました。久々にこうコロナ禍でなかなか秋田に来れなかったんですが、まあ、いろんな方とお会いすることができてよかったと思いますし、改めて家族のつながりって大事だなと思いました。今あるこの時間を大事に、そして秋田料理をまた楽しみたいなと思います。そしてもっともっと親戚のみんなと仲良くしたいなと思いました。で、最後にお土産のご紹介ということでさせていただきます。まずはこれ、きりたんぽ。こちらね、簡単にできますので、この寒い季節には本当におすすめです。そしてこちらはネリアのバナナという私大好物のお品です。これもね、後ほどご説明しますよ。で、こちら稲庭うどん、みんな大好きなつるっとコシがあるおうどんですね。そして定番のいぶりがっこで、最後にこのチャイナタウン、これね、すごい美味しいです。あの佐々木のぞみさんもすごく好きなラーメンで、秋田の荒谷というところにあるこう有名なですね、ちゃんぽん、味噌ちゃんぽんです。簡単に作れますので、太麺のコシがあるラーメンをぜひ皆さんに味わってほしいなと、そう思ってます。でですね、私の大好物メリアのバナナ、これをご紹介いたします。ね、開けると、まあ、直径約10センチぐらいのミニバナナが、モナカですね、が入っています。これはですね、小学校の時から好きで、これなんですけど、モナカなんですよ。ギュッと今からサクッとあげますね。そうするとこうバナナの味がした練り物がいっぱい入ってます。これがね、たまらなくうまいです。ぜひ食べてみてください。そして最後に後日談ということで、きりたんぽを作りました。イエス。きりたんぽとお出汁はすでにお土産に入っていましたので、具材が必要です。まず桃、鶏の桃ですね、とセリと舞茸とネギ、そしてごぼう、これがね、揃ってるのが必要です。私残念ながら今回揃えることができませんでした。ぜひ皆さんたくさん野菜があるキリタンいって関係ないで、はいはい、でこれをね、キリタンポの中に入れていきます。キリタンポはもち米でできてます。なのでお米です。これとね、日本酒がめちゃくちゃ合います。ぜひ皆さんも食べてみてください。ということで、今回も旅もこれで終わりです。いかがでしたでしょうか。秋田は人々の優しさ、そして美味しい食文化がある、どこか故郷を感じられる場所です。ぜひ行ってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。